モルテン社製ミカサ社製ミカサ社製 MVA200 を手にするガモは本校ではバレーボールビーチバレー足競技の試合で使うボールの外接を行う。ウィリアム・ジー・モーガンの10回によると1895年のルーツは以下のような流れだった。まずバスケットボールの内側のゴム球が用いられたが軽すぎて球の動きが鈍かった。 次にバスケットボールそのものを用いたが、今度は重すぎた。そのため、スポルティング社に発注し、現在用いられているものと、ほぼ同類のようなバレーボールを作ってもらったという。外面の素材は当初は天然比較だったが、現在では人工比較が主流になっている。1998年には FIVB がインドアでもカラーボールの使用を解禁。長い間、 18枚パネルによって構成されているものが主流だった。2008年の北京五輪から FIVB が国際公認級としてミカサ社の新製品 MVA200 を採用し、以後この玉が世界的に主流になりつつある。曲線部分の多いパーツが螺旋状に貼り合わされているのが特徴。FIVB から同社にラリーが続くボールを作ってほしいと依頼されたという。 従来のカラーボールとは異なり、白いパーツが一切ないのも、画期的だった。なお、コスコ社の国内販売商品にも、完全非対称な貼り方の銘柄がある。コントロール性を追求した商品であるが、むしろ従来よりも、打球の軌道が変化しやすくなったという印象を持つ、選手、関係者もいる。2010年に全日本女子の真鍋正義監督は、 東海大学工学部の研究室にコーチを派遣。MVA200 の特徴の研究を依頼した。秒速10から15メートル時に最も変化しやすいレシーブ側にとっては青よりも黄色の部分が向かってきた方が心理的に実際以上の変化を感じるなどの研究結果が出た。FIVB においては1998年に内気圧の低減のルール改正が行われた。 インドアにおいては、ユース用は一般用より直径が小さい。ビーチバレー用はインドア一般用より若干大きく、内圧はかなり異なる。ありがとうございます。